改めまして、新年明けましておめでとうございました、令和3年1月3日のこれが収録ご挨拶でございますけれどもね、皆様方にね、これをお目目用紙をするのはいつぐらいになるかわからないんですけどね、できるだけ早く配信したいなというふうに思っておりますけれども、運気運勢ね、こちらの上げ方について今年はバリバリ頑張ろうじゃないかっていうことでもって皆様にご報告を申し上げる年ということでですね、私はね奇数が大好きなんですよ。生まれ月がですね1957年7月7日全て奇数なんですね。それに伴いまして、なぜか潜在的に私はこだわるわけではないんですけども、奇数という数字が大好きでございまして、方角、長く生きていますと方角、大好きな方向は伊豆の方向ですね。自分が住んでいる、今東京ですけどね、ずっと東京なんですけどね、東京から向かいまして伊豆の方向に向かっていくことがとても自分の中では心が落ち着く、穏やく、楽しいというような風になります。反してね、私のせがれさんはね、伊豆の方向はね、静岡方面、伊豆方面というのはね、まるで鬼門がごとく体調を壊しますね。これはいかなることなのかなっていうのは、おそらくご先祖様ですとかね、生まれ年、生まれた星というものに関わるっていう、関わってきてるのではないかなっていうふうに、私は捉えておりますけど、皆様はいかがでしょうか。例えばね、偏頭痛でお悩みの方ですとかね、少し体調が悪くなりがちな方っていうのは、ちょっとね、漠然と自分が体調が悪くなったって、今日は調子悪いんだよっていうことではなくって、その以前に行った何かが原因になっているのではないかっていうことに、ちょっとね、一歩だけ、振り返ってご覧になると、あれ、人混み出た翌日頭痛くなるんだよなとか、寝坊した翌日頭痛くなるんだよなとか、あっちの方向に行くと次の日どうも調子悪いんだよなとか、熱出すんだよなとかね、そういうような、ことっていうのがね、確率として出てまいりますのでね、そこのところはちょっとお調べになってみるといいと思いますよ。そして運気が降りてくる方向ね、幸せになるであろう方向ということ、方向もですね、ご自分であっちの方向に行くとなんかいいんだよな、心弾むんだよなとかね、なんかいいことがあるんだよなって、そういうこともね含めてご自分の運気、運勢、魂ご先祖様から、流れてきているね、自分の気の流れというのでしょうかね、そういったものも含めてちょっとだけお気になさっていると、良い運気が近づいてくるのではないかなというふうに思います。ぜひお試しください。そして数字のお話なんですけどもね、私は今年の数字は30だというふうに睨んでおりますけど、ご自身の定める数字っていうのもブレなくお持ちになるといいと思いますよ。例えばね、私は奇数が好きだって申し上げましたけど、いや僕は偶数が好きなんだよ、この数字が好きなんだよ、この数字に関わるとなんかいいことあるんだよなっていうような数字、そういったものもねちょっとお気に留めておきますと、自分のラッキーナンバーっていうものがぼんやりと見えてきて、そのぼんやりと見えてきた中から確信が持ててくるっていうことになってまいりますと、ご自分の運気っていうものがね少しずつ定まってくるのではないかっていうふうに思いますのでね、そこら辺もお調べになるとちょっと面白いのかもしれないなっていうふうに発信いたします。これね全部ね金運ですとかね魂のね幸せにつながってまいりますのでね、まあメモなさらなくてもこれ何回か見てくださいね、そういうね自分の運気の捉え方っていうものをお試しになってください。そしてすがすがしく日々を生きようというご努力ですね。例えばお墓参り来たかったんだけどなんかめんどくさくなって行かなかったな、でも行ったらすがすがしい、初詣もさ、ちょっといつもはさちょっと離れたとこ行ってんだけど今年行けないからやめようかっていうんじゃなくて、近所の氏神様にねお参りに行ってみたら、これがまたすがすがしい気持ちがすがすがしく感じるっていうことが、やはりね自分の運気、ご自分の運気っていうものを高めてまいる、そのご自分の運気を高めるということを、に対して、ご自分のお体を使うということを厭わなければ自然と運気というものはね舞い降りてまいりますので、
どうかお試しになってください。そしてね、会いたい人ね、会いたい人に連絡をできる、これもお正月の特徴でございますからね、疎遠になっている人にどうなってんだろうなっていうふうにね、ご連絡をしてみるというのも、お正月の特徴でございます。つまりね、リセットされる、新たな年になる、去年のわだかまりっていうものを、払拭してですよ、お正月、明けましておめでとうございます、いかがでお過ごしでしょうかっていう、この一声ね、この一声によってですよ、本当に自分のね、心の中にあった本当にね、些細なね、心の闇っていうものがね、さらっと消えて、ご来光にパーッと浴びて、綺麗な心として一歩を踏み出せるというようなスタートの地点に戻ってまいりましたのでね、どうかね、今年一年本当にね、もちろん去年一年のね、赤というものは去年落とされてると思いますけども、今年一年はどうかね、新たな一歩として今いるご自身のステージよりも本当に一枚、紙一枚でも上に上がって運気を招き入れましょう、そういう発信でございます。もう私もね、招き入れますよ。子供の6日にね、私抗がん剤のね、前回やった抗がん剤の結果があるんですけどね、どうだろう、あんまり良くないかもしれない、でも良くないかもしれないけど、良くないという方向もいいように受け止めてね、新しい薬の方が効くんじゃないかとかさ、そういうことですよ。いっそのこと抗がん剤やめちゃってね、体力勝負に持ち込んだ方がいいのかもしれない、とにかくね、いただいた寿命、ご寿命というものはね、全うできるようにできておりますので、医者が何と言おうが、病気になろうが何だろうが、きちんとね、全うして生きられるというのが、人というものでございますから、お体の悪い方もどうかね、くよくよなさらずに、ご自分の持って生まれたご寿命というものをね、しっかり受け止めれば、もしかしたら100までしっかり生きるご寿命を持ってるかもしれませんのでね、そこのところをね、大切になさってくださいよ。そしてね、なんだかんだとさ、この流行り病でもってさ、疲弊しきってしまってね、経済的にね、もう苦しくって苦しくってしょうがない、正月どころじゃないんだよっていう方、それでもお正月はやってまいります。七草食べても正月は正月でございます。心をね、リセットしてね、去年までの苦しさっていうものをね、バーンと金繰り捨てちゃってさ、新しい年はこれでいくんだってね、今ある自分っていうものにぶれないでですよ、スタートなさってください。それがお正月にできる一番の、方法でございます。再ゲームでございますからね、全くの真っさらかのリスタートでございますよ、一年というのはね。それをお伝えいたします。そして一年一年のリスタートを繰り返して、ご寿命を閉じられて、そして一旦ですね、ディーラーさんの、神様、仏様のところに参りますと、新たなスタート地点に立たされて、また新しいスタートを切るというのが人生でございます。一年も人生、一生も人生、そして、最後にね、神仏の世界にいざなわれる時までが本当に人として、魂としての、生涯でございますのでね、どうかお受け止めになりましてですね、せめて生ある限りはラッキーというものを手に入れましょう。僕もね、これから金時計をね、どっかで、ね、まあ安いやつですよ、本当に純金じゃないですよ、今時期に輝く金時計をね、1000円均一かなんかで探してこようかな、なんていうふうに思っております。とにかくね、光の色として金色をお捉えください、ということでご発信でございました。今日はね、神、神のね、魂をね、招き入れましょうよ。神婚カモンで参りますよ。神婚カモン、カモンラッキー、ピカピカピカ。
うん。